吉木です。XJAPAN の吉木です。デビュー、そうですね、デビューしたのはもう二十何年前なんで、きっかけは多分、まあ、自分でレーベルエクセシーレコードっていうのを持ってまして、そこから出したのが結構、いろんな人の目に留まって、当時は、ソニーから出しました、デビューしました。毎回、いつもその行くたびに、まあ、フランスのファンの方たちをはじめヨーロッパのファンたちがいっぱい温かく迎えてくれて、とてもいつも、楽しかったです。やはりそれぞれの国でやはりそれぞれのみんな、とても熱狂的に応援してくれてて、本当に自分は幸せだなと思いますけど、まあフランスなのに結構日本語で話しかけられたりしてびっくりしました。僕フランスワインも大好きなんで、結構ワインを飲みまくりました。先ほど記者会見に言ったんですけど、やはりもう夢のようで、夢を見てるみたいです。本当に皆さんのおかげで素敵な夢を見させてもらっています。そうですね、やはりまあこのところ頻繁に海外で今、プロモーションを行ったり、いろいろ国、先週もまあモスクワとかも行ってきたんですけど、そうですね、やはりいろんな国の人たちと触れ合うことによって、インスピレーションっていうんですか、とても広がるので、影響されてると思いますね。まあもともとこういうようなイメージの曲を書こうと思った時に、たまたまそのクランさんの方からお話をいただいて、であればイメージに合うかなと思って書いたんですけど、はい、まあ永遠の愛というテーマですけど、もちろん、はい、そうですね、それはそれでまた、はい、まあ近々発表されると思うんですけど、また最近アニメのテーマ曲をやりまして、映画の、それも楽しみにしてほしいですね。きっとジャパンXの頃にはもうみんな分かってると思いますけど、はい、サバ、ジュスイヨシキ、ジュジオピアノ、ジュスイアラバトリオシ、そうですね。15周年おめでとうございます。本当に何度かジャパンエクスポに行かせていただいてるんですけど、毎回とても温かく迎えていただいて、そうですね、また、ジャパンエクスポに伺いたいと思ってます。本当に、これからも末永く、本当に日本語になってきたな、末永く頑張ってください。僕もできる限り応援していこうと思っています。5月21日に、モスクワに行くでコンサートを行うんですが、その後に5月23日にベルリン、5月26日には、パリで、そして、29日にロンドンでも公演を行うので、もし